アルベロベッドは、イタリア共和国、プッテアーシューバーリ県にある、人口約1万1 0 0人の基礎自治体。トゥルッティと呼ばれる伝統的な家屋が、約1500軒あることで知られている。白壁に、円錐形の石積み屋根を乗せた、この家屋は、16世紀から17世紀にかけて、開拓のために集められた農民によって作られたもので、ある。かつてこの地方に広く見られた。 トゥルロ軍が多数現存し、住居や店舗として利用されている景観は貴重であり、アルベロベロのトゥルッリは1996年に世界遺産として登録されている。地元のバーリー方言ではエイエラベリと呼ばれる。地名のアルベロベロは美しい木を意味する。この土地の中世のナシルバー,アーバースベッリに由来する。バーリ県南東部バレディトリアに位置するコーでタラントから 北へ約36、約3 6トル県と州とバーリから南東へ約4 8トルマテーラから東北東へ約55、約5 5トルブリンディジから西北西へ、約6 1トルの距離にある。テラデートルッリと呼ばれる地方の中心地である。地域内にはカステラーナグロッテの飛び地がある。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。BR は、 ブリンディ事件、TA はターラント県を示す。アルベロベッドは21世紀初頭の現在も約4分の1の建物がトゥルッティであり、バルレディトリアのトゥルッティ文化の中心地となっている。世界遺産として登録されている地域はアイアピッコラ地区とモンティ地区である。アイアピッコラ地区には1030軒、モンティ地区には590軒のトゥルッティが現存する。14世紀半ば、 ターラント・コーロベルトがこの地方の領主権をコンベルサーの博に与えた際、現在のアルベロベッドのある周辺は無人の土地と記録されている。以後、この地域はコンベルサーの博の荘園となり、カゼッテと呼ばれ、領内の他の地域から農民が移されたと考えられる。ただし、西暦1000年頃には、現在のアイアピッコラとモンティに集落が形成されていたとする研究もある。 この地域への人々の定住が初めて記録されるのは16世紀初頭のことで、コンベルサーの白アンドレアマッテオ3世アックアビーバ、ダラゴーナが推進したことによる。アックアビーバ家はナポリオ国有数の名門貴族の家系で、アンドレアマッテオ3世の父であるジュリオ・アントニオ一世がコンベルサーの伯爵領を入手した。アンドレアマッテオ3世は農地の属地であった、この地域に、 およそ40家族の農家を開拓、営農のために入植させ、収穫物の10分の1を収めることを課した。16世紀半ばの記録によれば、モンキ地区には40軒のトゥルッティがあった。アンドレアマッテオ3世の子孫であるジャンジローラモ2世は、ゲルシュデッテプグリーの名で知られ、有望な武人、有能な荘園経営者、芸術家のパトロン、そして暴君として、多くの逸話が語られる人物である。 ジャンジローラモニセイはしばしばこの地に狩猟を催して滞在した。1620年、ジャンジローラモニセイはこの地に製粉書、パン屋、宿屋を建てさせ、町の拡大が始まった。トンガリ屋根のトゥルッリもともと石灰岩室のこの地方では、戦死時代から石灰岩を住居に用いる方法が発展してきた。モルタルなどの接合剤を使わずに石灰岩の切り石を積み上げ、 石灰に塗って仕上げたトゥルロは、農民たちの厳しい生活環境に応じて、入手しやすい材料で作られ、気候風土に合った形で発展を遂げたものである。一方で、農民の家は解体しやすいよう簡易に建設する、ことが、領主によって命じられていたとも言う。理由としては二つあり、一つは、反抗的な農民への見せしめ、もう一つは、課税対策である。当時のトゥルッリについては、 以下のような話が伝わる。白爵は家屋の建築にあたってモルタルを使わない方法のみを認めたため市街地にはトゥルロが広がった。白爵がこのような建築を義務化した理由としてはナポリ王国のスペイン人総督に納める税を逃れる意味合いがあった。1700年まで効力があったプラグマティカデバーニバスによれば新たな町の建設には 王の認可が必要で、領主は王宮に税を納めなければならなかった。このため、取り壊しをしやすいような家屋を建てさせ、王の監督官が視察に来る際に領民に命じて、取り壊させていた、というのである。なお、トゥルルの簡易な構造と節税等を関連させる、話としては、漆喰で塗装された屋根のある家が、課税対象であったため、徴税人が来る際に住民が屋根を取り壊したという、 話も伝えられている。18世紀末まで、この地は、アックアビーバ・ダラゴーナ家の荘園であった。18世紀末の時点の人口として3500人が数えられている。住民たちの働きかけにより、1797年5月27日に、ブルボン家のナポリオ・フェルディナンド4世はこの村を、横領都市として、封建濃土制から解放した。 現在のアルベロベロという地名は、この土地の中世のナシルバーバースベッリにちなんで付けられた。トゥルッリはこの地方では広く見られた建築で、例えば20世紀前半までビルッラーカステッリの旧市街にはトゥルッリが立ち並んでいたが、やがてそうした景観は失われていった。アルベロベロでも19世紀以降トゥルッリが新築されることは急速になくなっていく。しかし、 アルベロベッロには多くのトゥルッティが残り世界遺産として登録される二十世紀後半にはすでに観光地として知られていた九百九十六年アルベロベロのトゥルッティが世界遺産として登録されているこのほか二千十三年には同じプッリダ州内にあって世界遺産を要するモンテ・サンタンジェロアンドリアと文化遺産景観の保護や観光業に関する協力協定を 結んでいる。印を付したものは、翻訳元に挙げられていた出典であり、訳室に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。